どうもこんにちは。今日はこのチャンネル の別の動画なんですけど、ヘーベルハウスと喧嘩した結果っていう動画があるんですけど、それの評判が非常に悪くて、お前全然ヘーベルハウスと喧嘩してないじゃないか、逆にいろいろ気使ってるじゃないかって、気使って庭作ってるじゃないかっていう意見があるんですよね。でも悪いけど、これ素人の素人さんの意見なんで、全然分かってないんですよ。本当は喧嘩どころか、完全に決まっちゃってます。完全決着しちゃってます。ただね、それね、ちょっと分かんなかったですよね。分かりにくいんですよね。で、今日はね、それ分かりやすく解説したいと思います。じゃあ早速、それからこれね、いろいろ物置みたいなものを作ったんですけど、これはその、めんどくさいじゃん、その格闘技の、異種格闘技戦完全決着、完全決着の、説明の後に、この物置の作り方、ざっとね、施工中の写真、施工前の写真交えながら、時間があればそれもこの一本の動画にしちゃいたいと思います。それではね、どうやってヘーベルハウス決めたか、完全決着解説します。まずね、ヘーベルハウス、名を挙げたのは2015年9月だったかと思うんですけど、鬼怒川の決壊で、鬼怒川の怒涛のような流れ、あれを受け止めて倒れなかった、怒涛のような攻撃、鬼怒川、鬼が起こる川ですよね。あれはね、私も、鬼怒川とは戦い避けたいですけど、その攻撃に耐えて倒れなかった、それで名を挙げたっていうことなんですけど、あれですよね。でも、ヘーベルハウス、それはすごいと思いますけど、勝ってはいないです。倒れなかったというだけ、でね、それで、ちょっと調子に乗ってるんで、ちょっと私が締めてやろうと思いまして、じゃあそのね、締めたんですけど、解説します。完全決着解説します。でね、まずね、このヘーベルハウス非常にね、高さあるんですよ。高さがあって、丈夫でね、高さがある相手は倒しちゃえば、その高さあんまり関係なくなっちゃうんですよ。寝技持っていっちゃえばね。ところがね、これ基礎がしっかりしてるんですよ。ヘーベルハウスなかなか倒れません。んでね、打撃もね、ほとんど効かないんじゃないかな。そう言ってぐらい強いんですよ。んでね、ここから、そうだね、歩きながら説明しますね。それでね、ヘーベルハウス攻略法なんですけど、まずね、これ裏口なんですよ。向こうに勝手口があって、正面の方に、その隣にあれかな、お風呂場の窓とかあって裏口ね。それでこう、要はバックに回ればいいわけですよ。大きい相手をね、相手にするときはバックに回ると。でバックに回って、まずこれね、チャリ敷きました。これね、ちょっと草生えてるかな。これね、鬼怒川の砂利なんですよ。でこの鬼怒川の砂利でね、鬼怒川で調子に乗ってるんで、ちょっと鬼怒川で油断させたとこでくるっとバックへ回りました。でバックに回って、でヘーベルハウスは釘一本刺すなって言うんですよ。でもね、でこう刺さないで、私上から下までこの長ネジで締めました。こういう感じで上から下まで長ネジで締めて、くるっと立ったままのスリッパーですかね、締め技ですよ。もうこれで一発で決まります。一瞬です、完全決着。多分ね、ヘーベルハウスも自分が落ちてることさえ気がついてないんじゃないかな。あれですよね、例えば結構昔の話ですけど、ヒクソン・グレイシー対船木の試合で、目を開いたままの
KO っていうかね、目を開いたまま落ちたみたいな、そんな感じですね。これが完全決着です、私の完全勝利ね。でね、これあの、ネジ使うのずるいじゃないかっていう人いるんですけど、これ格闘技戦の場合はやむを得ません。あのジャケットマッチとかね、柔道家の人だったらジャケットを利用するとか、それ上等手段です。あの、あと他の格闘技戦では、あのあれですね、谷陽子対谷智春って言ったかな、すいません忘れました、野球選手の谷ですね、元ね、谷選手、野球がベースなんで、あのバットの使用を認めれば、谷選手に勝てると思います。谷良子選手にね、勝てるっていうことで、まあそういうわけで、あの、まあこれ石格闘技戦である以上、この、こういうものを使うっていうのはしょうがないですね。まあ一発でこれ決まりました。そういうわけです。完全決着です。でね、すいません。本当に申し訳ないです。それで、ネタみたいなもんなんで、加味してほしいんですけど、あと、本当にね、こっから本当の話なんですけど、まず、ケーブルハウス、ちょっと調子に乗ってんなと思うとこ、この勝手口ね、いい便利な勝手口ですよ、これ、実際使ったらね。で、ここのね、毛上げがね、元20センチぐらいあるんですよ、これ、20センチぐらい。こんな、せっかくのね、勝手口が台無しじゃないですか、20センチだったら使わなくなりますよ。で、これね、段差を小さくしてあげました。ね、こういう、あれですね、あの、それでね、もう一つ、さっきも言ったけど、このヘイベルハウス、この外壁、強い外壁が自慢なんで、釘一本させないですよ。釘一本させない。それで、実際ね、こういうところで生活してみれば、まあこういう物置も置きましたけど、これ以外にあの壁にフックとかつけたいんですよ。それでフックとかつけて、例えばこういうとこだったら上から自転車をぶら下げるとかね、こういうあのスコップ類とかを壁にフックをつけて引っ掛けるとか、まあこれだから、あとはここまで私作りましたけど、あとはセスさんがここに、まあボードなりね、この通媒材なりなんなり、こう木をくっつけて、そこにフックなり何なりつけるっていうことで、そこで初めて完成だと思うんです、家はね。必ずそういうことあるんですよ。でこれをね、気が利かない、調子に乗ってるからね、なんていうの、ヘベルハウス分かったね。で、こういう感じで作りました。これね、それでね、これね、木工は苦手っていうかね、庭と違ってね、これ曲がったらバレちゃうんですよ。斜めに、例えば柱斜めに立てたら、建物がまっすぐですからね。だから、ちょっとでも曲がったらバレちゃう。でね、あとこの壁の面もこうやって、一応こう、合わせたんですけど、大体平らになるように。でもね、ぴったりにしちゃうと難しいですよ。だからここなんか前なんか出っ張らせました。これちょっとね、5センチぐらい出っ張ってるんですよ。こうしちゃえば寸法のごまかしが効くんで。じゃあちょっと、こっちからね。で、まあデザイン的には、あとね、あれも入れときますよ。施工中写真、施工前写真ね。こういう感じ、これね、正面から見ると結構こうね、こう今お隣の家の駐車場にいるんですけど、正面から見るとこれ中見えちゃうんですよ。だけどこう斜めになると見えないと。ね、でこうなんつうんだ、こうここでもね、まあ何回もこのセッシュさん歩くことになると思うんですけど、裏口勝手口にね、便利だから、これこういう歩きながらこういうのを楽しんでもらうっていう、
あれにしました。デザインというかね、なんか、うん、なんつうね、まあ、あ、そう、材料は 2x6 ね、2x6 と、90-90の柱と、あと 2x4 かな、うん、で作ってあります。ちょっとね、あと一応もう一回中、こんな感じね。今日入れてこんな感じです。こんな感じで、こんな感じで、こんな感じですよ。って感じで、こう上からね、つったら便利ですよ。これね。あと壁ね。こっちもいいですけど、こっち側もっと追加できますよね。補強材入れて、そこに、例えばこういうスコップみたいなものをこうね入れるとかね。あと趣味の自転車なんかをこの辺に壁に引っ掛けたらすごいかっこいいですよね。こういうとこ必要だと思います。下もね、そう、このまま自転車とかこのまま乗ったまま入って、地面置いてもいいですけどね。こういう下もこれコンクリートかなんか舗装するといいですけど、そこまで自分できるかどうかわかんないけど、まあ舗装して、うん、こういう外の物置、靴のまま入る物置っていうか、うん、地べたの物置っていうのかな。犬走るのものを切るのかな、まあこういうのも必要だと思います。これね、あ、そう、こっちから見た感じ気に入ってるんですよ。こんな感じね、こんな感じで、これ道路から、道路、外の道路から走りながらでもこれいい感じで、このこうね、あ、こう移動しながら変化が楽しめると、こういう感じになってます。はい、以上です。あ、すいません、めんどくさい話からすいません。本当に申し訳ないです。ご清聴ありがとうございました。あとね、チャンネル登録の方よろしければ、ぜひお願いします。はい。じゃあどうも、今日はこの辺で、はい、終わります。